ベズイミアニンはロシアのカムチャツカ半島にある清掃火山。現在の標高は2882メートル。名称は無名という意味である。カムチャツカ半島の中央部に位置し、火山活動はかなり活発である。ベズイミアニンは1955年に噴火するまでは一度も噴火した記録はなく、死火山だと考えられていた。 この噴火の翌年に大噴火により山体崩壊を起こし山頂部を203メートル吹き飛ばした。前述にもある通り、この火山は有史に入り一度も噴火しておらず、この噴火が歴史上初の噴火である。噴火の1ヶ月前の9月29日から火山性地震が多発し、その地震は前日まで続いた。そして10月22日に噴火。この噴火が 有史最初の噴火となる。その後もブルカの四季噴火を起こし、火山灰を多く吹き上げる。12月になってもベズイミアニさんは火山灰を吹き上げるが、噴火の規模はやや小さくなったため、昇降状態になったように思えた。しかし、翌年の1956年3月30日、現地時間の午後5時11分頃ベズイミアニさんを震源とする大きな地震が起き、 この地震で北東斜面で山体崩壊が発生。山頂に低鉄型の火口が出現し、噴火前3085メートルあった標高は、この大噴火で2882メートルに減少。この噴火による火山爆発指数は5だった。その後、火口から溶岩ドームが出現し、火口の大半を埋めた。なお、 地震が引き金となって山体崩壊を起こし大噴火をして溶岩ドームを形成するこのようなタイプの噴火は24年後にアメリカ合衆国にあるセントヘレンズ山でも起きている。1952年11月のカムチャツカ地震の3年後であることから連動噴火の可能性が指摘されている。ありがとうございます。